何やねん、あれ。お、ねえねえ。すっきりしたわ。ちゃうねんて。おもろそうやな。あいつは…どこ見てるんや。おい、おのれ、ぶちのめすぞ。やるんかい。調子乗っとった。ほんのすんません。先行くで。痛いわ。どこ行くや。あれはちょっとそこの黙って金出せ。なんなんや。調子乗っとった。ほんのすんません。おお。
行くで。いらっしゃいませ。お一人様ですか？ああ、すんません、ただいま満席でして。少々。構わへん、待つ。ほんま、すみません。そしたらこちらでお待ちください。よろしければお飲み物もお持ちしますが。なあ、そない気ぃつかんでええねん。のんびり待ちますわ。大変お待たせいたしました。一名様ご案内いたします。こちらへどうぞ。タカコです。おお、こ
こら、えらいべっぴんさんが来たな。おおきに。飲み物何飲まはります？ほな、とりあえずシャンパン頼むわ。はい、こっちお願い。またえらい混沌な。毎日こない繁盛しとるんか？まあ年末っちゅうこともありますけど、最近はみんな強制で同伴させられてるから、その分お客さんが多いんとちゃいます？ほう、そうやったんか。けどそない必死になって同伴させるほど景気悪そうには見えへんけどな。単に意地張ってるだけですわ。意地？最近客の入りでグランドに負けっぱなしやさかい、今月は絶対に刀全員罰金とかむちゃくちゃ言わはりますねん。なんやそら、自分とこが儲かっとればそれでええやないか。なんでグランドが関係あんねん。うちもそう思うんやけどな、支配人はそう思ってへんみたいで。正直なんぼ同伴したって常連さんも毎日何十万も使ってくれるわけとちゃうし、新規のお客さんを増やさへんと頭打ちなんよね。ほう、なるほどな。